はい、今回は皆さんお待たせしました。ツイッターで話題の216連勝到達した今一番強いと言われている最強のウィッチの構築をご紹介していきたいなと思います。で、本日エルフとビショップがナーフされたことによって、このウィッチの構築がね、もう天下無双、新環境で一番強いっていうのが今話題になってるよね。早速ね、デッキの方を紹介していきたいなと思うんですけど、デッキはこんな感じになってるので、スクリーンショットなどをねじっくりと撮ってもらってね。で、今回ね、めちゃくちゃ面白いなと思ったのが、このエレナーっていうカードを採用するっていうのがすごい面白いなと思って、しかもね、このエレナーっていうカードを3枚採用してるっていうのが超嬉しいなと思って、ということで、早速ね、この最強のウィッチをね、早速使っていくか。さあ、マッチングしました。対戦よろしくお願いします。今回はですね、新環境ナーフ後ね、200、おほほははは、失礼、216連勝を記録した、ウィッチの構築をご紹介していきたいなと思うんですけど、まあ新環境ね、このウィッチっていうクラスが多分覇権を取ると言われていて、今ねかなりね話題になってるんよ。もうウィッチが最強すぎるとね、まあ、ついにウィッチが覇権を取ったということでかなり話題になっていて、まあかなりその完成形の構築、なんといってもね216連勝の、構築ですからね。あはぁ、何回も言うけどね、216連勝の構築ね。あー、でこのヴィンセントもね今結構流行ってるんやけども、まあここはマジカルラブリーから入っていこうか。ぶっ放すぜ、合法的にな。いいね、このヴィンセントを入れるっていうのも結構今流行っていて、まあウィッチはね結構やっぱなんかその環境のね中盤からやっぱ出てくる。お前悠長やな。お前さ、そんな悠長なこと知るから俺に勝てないんだよ。まあグリームニルを切るっていうのはね、ご法度ですよ。あのお坊さんか、お前お坊さん。ああ、何万芸論芸連行、万芸権利現行、万芸連芸、万芸万芸万芸連行、チンチンチン、おチンチンチン。お前悠長やな。まあこのカードの効果によってヴィンセントが処理できればかなり手厚いけど、2コストでね、はい、勝ちました。はい、悠長。へえ、お前さ、運に頼るから負けるんですよ。うん、まあそれはもう構築とかそういうお話の話じゃなくて、運に頼るという2文字がいかに愚かな行為であるかっていうのを分かってないからお前は負けるんだよ。いいか。まあここはじゃあしっかりとね、このカードの効果を付随させていくような感じでしょうか。ハッピー探せるぜ、いいね。でジャッジメントワード加えていくやろ。でネビールの無法物を召喚することによってアミュレットが召喚されるんで、ジャッジメントワードを無料のコストで打つことができるわけですよ。いいね、いいね。そしてまあここスペルラビットファイアを打つことによって、まあ、処理はできるんやけど、マイザー来てるんやったらマイザー進化もありかなって感じはするよね。あの進化を稼いでいく構築なんで、マイザー行こうか。銃を抜くのは得意じゃなくてさ、パパ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 パ、まずは1枚目。マイザー進化することによって自分のラビットファイヤーのコストをマイナスゼロにすると。俺が相手になってやるぜ、ペー。まずは1枚目。まあこのカードの相手のホワイトにね3ダメージ2ダメージあげるけど、これやばない。まあ今回私プロでね、なんといっても216連勝したからね、プレイングに関しては自信ありますよ。もちろん、ああプレイングに関してはもちろん自信ありますよ。なんたって210連勝しているからに。あ、悠長やな。まあ相手のこの負けの範囲っていうかね、負ける理由っていうのは私に甘えたプレイングをしたっていうことだよね。さあ、マッチングしました。対戦よろしくお願いします。
さあ新環境ね2戦目やっていこうか。まあ今ねやっぱウィッチの構築めちゃくちゃ流行っていて、で新環境ね結構プロの選手とかでもこのネメシスの構築が流行るんじゃないかっていうことが結構、ね、言われてるんやけど、まあネメシス VS ウィッチ果たしてどちらのクラスが勝つのか。だが先ほど私が1戦目に言ったこと覚えてますか。216連勝を突破したウィッチ、それを保持している記録を持った世界最高ギネス記録を持った私に勝つことなんてできないからね。もちろん勘違いしてもらっちゃ困るけどね、うん、なんといっても216連勝を記録したモサが使う構築ですからね。おー、これね結構強い動きやね。なかなかやるじゃないか。でもそうでなくちゃウキウキしないよね。やっぱウキウキさせてほしいよね、ウッキーモンスターとしてね。じゃあまずはアクセルヒーローマイザーをジョーして、これね乗り物系のカード1枚加えるんで、しっかり乗り物系のカードを召喚しながらこのフラワリングマリーの効果をしっかりと、つけていくと。フラワリングサービス、おー、まずは1枚目。そしてスペルカードを使うことによって、このカードが進化すると。マイザーの効果を使いながら進化権を稼いでいく。このお互いまあ4体目までは進化ないんやけど、進化権がない状態なのに進化権を使っていく。ここがウィッチの強いところなんよ。他のクラスではなかなかできんからね。ユーチュアなー。だから他のクラスよりもグリームニルのその進化枚数っていうのを一番稼ぎやすいから、まあそういったところでもかなりね優秀やんね。ユーチュアなぁ、自分の手札に機械系のカードが3枚以上あったら進化権を付与させることができるんやけども、おお、この大型機械兵はねかなり優秀。あ、来た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 、いいね。このエレノアがね今回すごい重要なカードで、エレノア進化させることによって強い動きをもたらすことができるっていうのが、まあ、この構築の強いところだよ。まあテトラとか無料進化いけるからね、まあ、終盤まで取っとくってもありやと思うし、まあ、どれを増やしていくのかっていうのが重要になってくると思うんで、まあ難しいとこではあるけど、まあ、美麗なる術式を加えるのがいいかな。まあ、ここはしっかりエレノア行かしてもらうか。花は土産を持って、私エレノアがねかなり強くて、この華麗なる術式などの優秀なカードをしっかりと、増やすことができる。共に恥じぬよう私で進化権をしっかり稼い、もうね超強いでしょ、うん、これがね今のウィッチだよ。もうね次元が超えてるでしょ。今までのウィッチって結構その環境でかなりこう不遇な状況を受けてたやん。もうね世界、ワールド、宇宙、銀河、世界、水、木、自然、大地、すべてが変わります。いいですか皆さん、へへへ、ユーチューバーな、ほんまにお前。このなんか機械、なんかネメシスらしいよね、大型機械兵、この機械兵、まあベルヘモっていうかね、操っていたまあ機械たちなんやけども、しっかりベルフェモットも使って可愛らしいね。まあ進化権がね無限に使えるっていうのがやっぱネメシスの強いところなんで、これやっぱ強いね。警告なしで、で進化権が付与されるのかな。おー、いいね。なんかその理想的な動きしてくれるとさ、私も嬉しくなっちゃうね。あ、ドナルドは嬉しくなるとついやっちゃうんだ。ランランルー、えへへ。まあ、ここはマリーの進化を稼ぎたいので、マリーの汁を出しながら、いいかな、ラビットファイヤーを。あの一応テトラに関してはもうこのターン進化使っちゃうのありやな。まあ難しいところであるんやけど、まあテトラ1枚使ってもいいかもしれんね。結局進化を稼ぐことによってギルド会議でドローできるわけですから、まあテトラ進化使っちゃおうか。ここはね、陶器悠久の心を持っている、いいねー。さあここからですよ、ウィッチはここからですよ。頭をしっかり使いよ、陶器悠久の心よ、いいね。でソニック4とかを使う前に、まあラビットファイヤーだから処理しながら、進化をさせてやけど、ただ美麗なる術式の方がいいんかな。ここは、あ、こういう人は美麗当てて、見ろよお前ら、見ろよ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 お前ら見ろよ。で進化するやん。でソニックを顔面に打つことによって
しっかりと、2点のダメージを与えていくといいかな。そしてここはね、馬さんを使って、まあ、リペアモードを使うかどうかなんやけど、まあ、リペアモードはあんまり意味がないと思うんで、ここは慌てる必要性はないよね。焦る必要性なんてない。未来をかける私たちの性能の前では焦るという二文字なんて意味がないんですから。いいかな。さあ君の番ですよ。おおおおお。まあやっぱりね、ウィッチこの安定感すごいと思いませんか。これもうやっぱ最強のデッキはやっぱ最強なんよ。ただこのベルゲモットの構築ね、結構強くて、まあかなりね、いやらしいね、能力を持って、例えばこの能力で選択できないとかね。だからこの次のターンから、ちょー必殺。お前は本当に、そんな攻撃で俺を倒すなんて、アンパンマンごっこしてるんじゃないんだからさ、無駄だってわかりなよ。いいね、ここで、ビレなる、これがね、戻ってきてくれるといいね。ビレなる術師が戻ってきてる、これがでかいよね。まあであるならば、機械を2枚以上合成しないとね、プロダクトマシンは出せないのはあるんやけど、まあギルド会議を使うことによって、まあ1枚取るできる。まあここちょっと難しいな。でも回復は結構重要やからね。焦るという2文字が負けるという夢も出すからね。まあここはまずこれ使っていくわ。どうぞこちらへ。あー来ちゃったかー。うーい。つぶやけば現実、ささやけば真実、この言葉こそが私の銃だ。いいね。まあテトラはもう強いけど、まあヴィンセントを先に出す、これが重要なよ。でヴィンセントは無料進化できる。アミュレットがある時にヴィンセントが来ることによるこの快感っていうものを分かってほしいよね。ヴィンセント隠された能力じゃないけど、結構その忘れがちやけど、この無料進化使えるっていうのは強い。まあなかなか必殺が効いてるな。だが俺には勝てないよ。次のターンからテトラしっかりも使えるんでね、6回進化使って、まあ、このプラス2の能力もしっかりと掛け合わせて、なんかエルグのね、まあゴールドカードあるけども、まあああいうカードみたいな感じで盤面をねバフして強化していく、それも強いからね。悠長やな。そろそろ打点の回収、全てを追い込みにかけていこうではないか。これテトラ次のターン生かしてもらって、もうガンガン詰めていきます。お前ごときが俺に勝つことなんてできやしないんですよ。まあ次のターンにテトラを召喚して見せてあげる本当の苦しみというものをな。テトラは無料進化できる、ここが強いからね。じゃあまずはテトラの汁をジュワーして、私たちは生きる陶器悠久の果て。そしてソニックを使うことによってテトラは無料進化いけると、無用進化することによってソニックをもう1枚手札加えていく。まあこれが4枚機械を使うってことになって、またこのソニック砲を回収できるんで、ここがやっぱ強いよね。まずは1枚ね、まずは2枚ね、さらにこれね、ヴィンセントの効果によるダメージもバカにならないからね。まあここはマジカルラブリーをジュワしてぶっ放すぜ、合法的な。おー、いいね。まあここに関してはギルド会議で盤面バフもありかなって感じはするけど、まあだな、これバフ今しかないと思うよね、バフするならね。まあ正直ありかなって感じはするな。ただ5回復がもったいないってのあるんやけど、だからまあ終盤にも疲れてないから、まあ焦らず行こうか。まあでもギルド会議もワンチャンありかなって感じするから。でもプロなんでね、私あのウィッチのプロはこの程度でね甘えるっていうのはもたらさないですからね。さあこのソニック4が戻ってくると、まあやっぱソニック4が強いね。なんかお前は次のターンに、ベルヘモットを降臨させることができる、そこから生まれるねものはかなり強いんやけど、ただやっぱりヴィンセントの効果のそのやっぱパニシメントヴィンセントのそのスペルカード、それがやっぱ強いからな。悠長やな。なかなかやるじゃないか。まあトレナンスも結構注意したりとかね、トレナンスも結構ね、打点稼げるから、まあ9点ダメージ入れれるんでね。ゆうちゃんやな。だがウィッチランカー1位の私にその程度の火力は通じません。なぜならば私は216連勝を突破した猛者だからですよ。もう諦めなさい。
もう諦めなさい。ああいいね。世界を終焉の猛海いざなおうではないか。じゃあまずは、まあ堕落の決意でグリームになるのを引いておきたいんで、まあ今回堕落から入ろうか。見ろよお前ら、グリームで行くから。おーいいね。まあでもビンセントは悪くないね。まあソニック4でじゃあガンガン稼がしていこうか。ソニック4ファイヤー。で、まずは1枚で。さらにテトラを召喚することによって、ソニック4を2枚加えることができるんで、まず見ろよ、お前見ろよ。ただこれ、アミュレットがあるから注意しなあかんね、ここはね。ラビットファイヤー、打ってからのが強いね、ここはね。ああ。ラビットファイヤーを、使って、まずは1枚ね。そして、テトラを召喚することによって、まあ、豊富なね、ドロスを引けると。いいね、私たちは。まあ、結構、プレイングがな、ウィッチは難しいっていうのが難しいよね。ああ、陶器悠久の心を持った私に勝つことね。ソニック4へ。まずは1枚目。さあ、皆さん盛り上がってきましたよ。ソニック41枚加えて勝ちと。だから、この、テトラがね、マジで強いよ。あの、ツイッターでもつぶやいたけど、テトラがマジで強くて、マジでテトラが強い。打点がね、マジで、あの、バカにならんぐらい稼げる。グリームニーがいなくても勝てるんよね。